僕もおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。胸元に輝く銀メダル、県立福島工業高校の佐藤富雄選手です。佐藤選手は先月アメリカ・ミネソタ州で開かれた一輪車競技の世界大会に出場。このうちテクニックや表現力などを競うフリースタイルソロ部門で準優勝を果たし、銀メダルを獲得しました。世界大会で緊張する場でしたが、世界大会でベストな状態を演技できて、とても嬉しい結果になって、とても良かったです。世界大会の銀メダルは全然重さが違います。3歳から一輪車に乗り始めた佐藤選手、母親で監督の彩花さんと共に技術を磨き、世界大会でメダルを取ることを目標に掲げていました。全然別格で、もう別次元ですごくて、やっぱ世界って広いんだなって改めて感じました。自分のオリジナルな技をたくさん作って、そのいろんな人に披露して、そのやっぱすごい、この人すごいなって思えるような演技をしたいなって思ってます。新たな目標は世界一。佐藤選手は2年後オーストリアで開かれる世界大会への出場を目指し、さらに技を磨きます。